随林寺は、東京都台東区谷中4-2-5にある日蓮宗の、本山。3号は、寺雲山。九本山は、美信山駆動寺。塩市方園。現住は57世、井上二州漢樹。塩市方園園頭寺。この寺は、大相撲関係者や相撲ファンの間では、いわゆる、お塩川の乱の舞台になった場所として有名である。 1975年3月28日に当時の二所の席を親方が亡くなったが、この時点では後継者が決まっておらず、お塩川親方が師匠に後を託されたとして後継者として名乗りを上げるが、他にもすでに分家独立していた大宝親方や当時現役の金剛も名乗りを上げており、すぐには決着がつきそうになかったので、とりあえず部屋付け親方としては最長老である。 港川親方が暫定的に九代目二所の席を親方となった。後継者争いがこじれて長期化したために、大宝親方は後継者候補から降りたが、大岡が後継者に混合を望んでおり、押尾川親方には継がせない意思を持っていたために、問題が複雑化、同年九月場所前に混合が、佐賀の花の娘と結婚し無子養子となることで、後継者に正式決定した。 これに納得がいかない、お塩川親方は、自身を支持する力士16名と共に分家独立を願い出るがやはり、大岡が全く許そうとせず、そのため、お塩川親方は、弟子16名と共に決起、二所の関部屋を飛び出してこの寺に牢城するという、実力行使に打って出る事態となった。だが、この緊急事態にも相撲協会は、一問内で解決せよとして、 積極的介入を避ける考えであったために、門内の実力者である、花か郷親方が朝廷に向けて動き、9月場所後に押尾川部屋創設と、弟子16名中6名の遺跡を認めることで、決着がついた。6. 騎馬院悲聴常人を演奏として、飯田花壇林により発生した法演で、現在の日蓮宗の中では、最大の法演、随林寺を縁頭寺として、 以下の本山が所属している。一説によれば大麒麟は二所の席を館に、お前に部屋を継いで欲しいと言われて、引退を決意したと言われている。ありがとうございます。